家を出たんだ。大好きなあいつと知らない街を目指して、あまりにも突然の出来事で家族とかみんなショックを受けて疑わしい。したけど海が見て僕だけが知ってる景色だとか香りを覚えてるよ。夢があるから辛い仕事も別に全然平気さ。だって無駄じゃないから公園に行ってぼっと空を見て東京の街並みがなんか狭苦しくていいかもね。アパートメント隣はチャイニーズカップ、2階に住んでるエチオピア人のグループ友達が出来出して、野良猫の親子が俺の心を和ませる。メッキのバタフライ柱に突き刺し、そのままでいいよ。だってかっこいいだろう。汚れてるのは僕が着ているシャツもそうだし、この社会で生きてる一部の奴ら。ちなみがなんか狭苦しくて楽しそう。ラララ